おはようございます。今日も朝食、アボカドトーストにパンプキンスープにヨーグルト。早速昨日ヒースセラミックで買ったスプーンかなりテンション上がります。そして今日は、サムヤンの 18mm レンズです。いやもうなんか別物のカメラになるぐらいめちゃくちゃ軽いです。じゃじゃん。さあ仕事するか。じゃじゃーん、今日のおやつ、今日これはあのデザートの冷やし焼き芋と昨日もらったチョコレートクッキーで、今日なんか知んないけどもう一日会議で忙しいんですけど、じゃんとこれ届いてるんですよね。実は今日発表されてるはず、もう情報解禁していいはずのインスタ 3601X2、 これなんとか開封だけできるかなとちょっと思ってますが、あ、なんか今ネズミさんから新たな差し入れ、ごませんべい来ました。でちょっといただきます。っていうかサムヤンのこのレンズめちゃくちゃ、まだ画質は分かんないですけど、なんせ軽いし、今これもう本当に手軽にレンズのところを持って普通に自撮りができちゃうんで、これ使い勝手変わるな。全然同じカメラとは、ここ数週間使ってた同じカメラとは思えないぐらい使い勝手が良くなるんで、やっぱレンズの重さ、ボディの重さめっちゃ重要ですね。どうしよう、これで α7C 来たら本当にお出かけカメラもフルサイズで完結できるかな。なんかちょっと希望が湧いてきましたよ。うまい。さらになんかチョコレート出てきました。今日おやつ豪華すぎですね。ちょ嘘でしょ。ちょっとこれをちょじゃじゃんと、衝撃です。リスナーさん正しかった。今日このレンズ、サムヤの 18mmF2.8 使ってますけど、これね、リスナーさんからコメントで、いや、ドリキンさんこれ持ってるでしょうっていう、何人かからツッコミをいただいたんですけど、いや、僕が持ってるのは、これですよ。24mm の F2.8。これもサムヤのさらにコンパクトな、Vlog 的にはギリ広角というこの 24mm のサムヤン F2.8、 これは僕持ってる。これがね、なんか露出がパカパカしちゃってちょっと困ったなっていうレンズで、軽量でいいんですけど持ってるんですけど、今回僕はこの 18mm 買ったんですよっていう話をしたら、いや 18mm も持ってますよって、いやそんなはずはないと思って、じゃん、衝撃です。 18mm あった、全く同じもの、完全に同じレンズ持ってました。
この手のミスはあんまりしないと思ってたんですけど、ちょっとショック。全然記憶になかったっていうか、完全に存在忘れてました。やば。どうしよう。まあ幸いアルファ7今のところいっぱいあるから、使い道はあるけど、ちょっとショックが隠しきれません。そして、ちなみにこのタムロンの 20mm。これソニーの 20mm G レンズが出てから全く出番なくなっちゃってますけど、これも結構軽くて、まあ意外と悪くないレンズというか、ソニーの純正 20mmF1.8 が出るまでは、これがかなり活躍してたんですけど、これとかもまあちょっと α7-3 に使ったらどんなになるかとか、ちょっと今度やってみたいですね。ふう、今ちょっと夕飯食べ終わって、デザートのプラム食べようとしてるんですけど、そうそう、今コメントもあったんで、これ言及しておこうと思って。最近僕もスマートフォン、これすっかりメインですね。これ Xperia 1。これね、この今のワークフロムホームの僕の生活に最強スマホですね。Galaxy S20 も使おうとしたんですけど、やっぱりちょっと重いのとでかかったんですけど、これ本当に横幅スリムで縦長で、しかも軽い、薄い、めっちゃ薄いし、で何せ最近の僕のマイブームのこの HDR 動画、この HDR 動画が多分今一番綺麗に見れるデバイス、これですね。めっちゃ綺麗に映るんで、これがちょっとねハマってます。実際このモードがすごいんですよ。このクリエイターモードってやつで、HDR BT2020 色域10ビットの入力に対応した独自開発の画像処理と 4K ディスプレイで制作者の意図を忠実に再現しますっていう、これもある意味モニターですね。まあ、4K のコンテンツを最も正確にモニターできるデバイスが実はここにあるんで、ちょっとこれが手放せなくなってきましたね。いろいろ最初の頃はパフォーマンス悪いとか、なんか不安定とか文句言ってたんですけど、なんかすっごい地道にファームウェアアップデート重ねて、パフォーマンスもめっちゃ良くなってるんですよ。実は今再評価されるべきなんじゃないかなと。これ全然最初の頃と印象違うし、誰にも使いこなせないと思ってたこのサイドセンスっていうこのサイドをスワイプして操作するこの特殊投射系もすごい反応良くなって、これめっちゃ使いやすくなってます。この感じで全然ミスらなくなったんで、前は絶対にこれ使いこなせないと思ったんですけど、これ今 Xperia 1とか安めに売ってたりしたんだったらめっちゃ買いじゃないかな。すごいいい機種。さあということで、じゃん、今日は最後、今日もちょっとバタバタしているんで申し訳ないんですけど、最後はこれです。これ今日ちょっと実はこれが届いてたので、もうないせ全く実写映像とか、試し撮りとか何もないです。開封するだけで、ちょっと今日は勘弁してください。これよく見たらインスタ360 SD カードだ、ついに発表されたインスタ360 1X2、そしてレンズキャップ、おすげえ、ブレ、僕がインスタ360 1X で気に入ってたあのビュレットタイムコード、なんか進化してるっぽい。これとさらに、高速充電器、素晴らしい。この一式セットになったものを毎回ちょっとごひいきにしていただいて、新製品を送っていただいたんで、これ早速使いたいんですけど、まずは今日は開封していきます。あと他には何も入っておりません。とりあえずこれで、これをピョロロンと、お、いきなり出てまいりました。お、なんかちっこくなってる、なんかちょっとコンパクト感がいい感じですね。ここにフロントに円形のディスプレイがついた、まあ、360度カメラですね。インスタ360 1X、実は僕めちゃくちゃ気に入ってて一時期すごいハマってましたけど、これはそれの新製品。ここは、あ、そうか、防水になったから
いろいろあれなんですね。ここに USB-C ポートがあって、ここが、わ、バッテリーでかっ。これバッテリーなんだ。すごっ。これも、このバッテリーのでかさはでかいですね。ここに、バッテリーが、ほぼ本体バッテリーじゃんっていう。これ何かと思ったら、こっちか。パッチリと、ここにバッテリーがはまります。ここら辺のビルドのクオリティが正直 GoPro よりいいですね。ここがピュッと開けやすいし、なんかしっかり止められるんで、ここら辺の作り非常にしっかりしてますね。で、サイドを見ていくと、ここにでかいバッテリーが入ってて USB-C で、で、ここにマイク、これ多分マイクポートで、今回かなりマイクも強化されてるっていう話でしたけど、裏側にもマイクがありますね。これなんだろう。ここに、反対の側面は、ここに、あ、来た。あ、すごい。じゃじゃん。おー、いいですね。やっぱり、今時本当に自撮りディスプレイ必須。これで、お、タッチパネルが全然 GoPro より反応がいいぞ。でかい。そしてディスプレイも綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。GoPro のフロントディスプレイよりも全然綺麗ですね。これで、ここにキャプチャーボタンがあって、で、ここ結局何なんだろう。ここに、これもマイクなのかな？なんか不思議なポチポチがあって、本体は至ってシンプルな、こんな構成になっております。これを一旦しまって、他に箱に入ってるのは、これはもうなくて、こっち側に、USB-C ケーブルと、紙ペラと、レンズクリーナーと、ケース。こういうのいいっすよね。このケースで、ウェットスーツ素材のケースで、シャッと。これで本体が守られると。レンズが、やっぱりどうしても360度カメラ、剥き出しになっちゃうんで、まあ、スッとケースでしまえれば、ポケットに入れても安心。本体はこれだけで、さらに、これが、このでかいバッテリーを、あ、このでかいバッテリーを3つ同時に充電できる急速充電器ですね。これを、まあ、バッテリー自体は入ってないけど、ここに取り出して入れると、これで同時に充電できる。これ3つ充電できれば、バッテリーは不安なしですね。これ重要。で、さらには、レンズキャップ。このレンズキャップで、まあ、さっきみたいな、この標準でウェットスーツ素材のケース入ってますけど、より簡単にレンズだけ守る、このレンズキャップが別途あって、最後に、じゃじゃんと。これが気になる。あ、すごい。あ、そういうこと？これね、そういうことか。ここに三脚穴があるんですけど、なんかあの、犬の散歩に使うリールみたいな感じになってますけど、こうやってつけて、ビヨーンと伸びる。本当にリールですね。リールタイプの、ビュレットタイムコード。あ、これいいな。今回はこういう、リールタイプで進化してるんで、普段は、これをもう外して持ち歩いてても、そんなに、これだけだったらそんなに邪魔にならないし、ここに三脚穴とかもあって、なんかいろいろ活用ができるのかな。さらに、あれかな、ここに自撮り棒をつけて振り回すとか、そういう活用ができるのかもしれないです。ということで、めちゃくちゃ駆け足で紹介しましたが、こんな感じでインスタ360X2 が、我が家に届きましたんで、これもまた近日、散歩とかで使ってみたいですね、まずは。散歩動画。撮ってみたいと思いますので、ご期待ください。今日本当にすいません。本当にもうこれ今、11時22分。
ボディバッテリーは、あ、でもボディバッテリーは今日意外と残ってて 46% ですけど、今日は何せ、紹介まででよろしくお願いします。さあ今日ももうちょっと引き続き HDR 動画試していきたいんですけど、昨日ね、この間このどうもブラックマジックのこの新しいビデオアシストだとうまく HDR の表示がまだできてないんですけど、こっち、そういえば僕アトモス忍者 V あったと思って、忍者 V ちょっと画面だいぶちっちゃくなっちゃうんですけど、これも HDR 入力対応してて、こっちは今これ HDR 比較的、綺麗に表示されてるんで、比較的なんか iPhone に近い、ちょっと iPhone よりも寒色で青っぽい映像にはなるんですけど、でもかなり iPhone で HDR で見た時に近い感じで、プレビューできるようになったんで、今日はこの Atmos V 使って編集して HDR の動画編集してみたいと思います。 α7S3 の HLG を HDR 化して、うまくいくかちょっと修行中です。いろいろ再生環境によっては綺麗に見えたり見えなかったりご迷惑をおかけしてますが、もうしばらくちょっとこの僕の修行にお付き合いいただければ本当幸いです。よろしくお願いします。